ね。本当に今は自宅でコンピューターさえあれば簡単にこう音を作れたりとか、そのカラオケボックスのようなところに行ったらすごくこういい演奏の状態で歌を歌えたりっていう、歌を歌うのにはすごくいい環境が整っていたり、音楽を作るにもそういう環境が整っていると思いますけど、なんかそのそれだけにこう上手くないと、いけないんじゃないかっていうことで躊躇してしまう人も増えてるような気がするんですよね。例えばカラオケボックスにいても私上手じゃないからって言ってこう歌いにくい思いをしている人なんかも多いと思うんですけど、なんか歌って多分上手い下手じゃなくて本当に心が伝わればいいものだと思うんですよね。だから歌う方も聞く方もそういう評価ではなく、なんて言うんでしょうね、みんなで楽しむっていうようなところにもう一度行ったらいいなとはよく思いますので、勇気を出して歌ってください。私も音楽活動をずっとやれてるわけじゃなくて、今度のアルバムでも5年半ぶりのリリースになったりするんですけど、その間カラオケシンガーだったりとか鼻歌シンガーとして5年間過ごしたりしてたので、本当になんか生活の中で普通に歌があるっていうのが素敵だなと思います。